奈良時代の官人、三道家、聖和連。以下は、小八以上。氏は、室明とも記す。死氏は九だらからのトラ人である四筆とは異なり、中富の氏系列の氏族で、泉国に本拠地があった。氏の名前は、中富の氏の一族の一部が、氏語りに従事していたことから来ているようである。新先生四六、泉国つかみ別に、大中富。 遊ん道祖、雨の子屋根の命の後なりとなっている。富士鹿殿下館に、人記念館の歴史における第一人者として名前を挙げられている。岩礁天皇は、養老五年に一月、文人、武士は国家の重んじるものであり、医術と牧税、法術は古今尊ばれるものである。百両の中から学業を深く収め、師範に耐えるものを挙げて、彰子を加えて、 更新をおすすめ励ますことにするとして、三術に優れたものとして、山口た主、渋石村と共に、足にの十匹、剣士十、麻布二十単、桑二十口を与えられた、とある。これには、皇太子首巫女の教育のため、文芸学術に優れたものを禁じさせたものとも見られ、直前の記事には、体調の後、東宮にはべらせた人物のリストが見える。また、 この直前には、地震が2回あり、御事の乗りの初めに、風雨、雷神のことあらば、核、極限、ただまさの志をあっべしとあり、天皇は、災害が天下が収まっていないために起こっていると、恐れていた節がある。養老五年が、かのととりの年であったことも影響している。天平二年頃の博士が高齢で老衰してきたことから学業を更進に教授することになった際、 三田継ぎはた主、石村と共に二人の弟子をとって、七王、若ず歴を学ばせるように命ぜられている。以後の同性は不明である。ありがとうございます。